え、てか、配信業終わったらどうすんのえ、何終わったらって終わんないでしょもうなくなんないと思うけど。配信業みたいな、類だったら。なんならね、あの、ベースだけ残って形が変わることはあると思うけど、配信業ってものはなくなんないと思うけどね。外配信は厳しくなるだろうね。大原ぐらいやらかさなければな。 いやだからあのー、流行るのってめっちゃ怖いんだよじゃあ生放送とかが流行ってなかった時期ってもっと自由にもっといろんなことができたでも何かをきっかけに流行ってくるとボーダーがあってそのボーダーを超えて激しいことをしてしまうやつが出てくるとルールが厳しくなってくるのねだから新やっちょみたいなやつが派手に暴れることによってどん,どん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 ルールが制限されていくのよまあ俺もねあのルールを制限させるきっかけを作っちゃった時もあるかもしれないけどもどん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 だから 厳しくくなってくるだからもう今後はもう外配になんてほぼできないやんっていう時代は必ず来るんだよ。あと流行ってくるとあの頭のいい大人がビジネスとしてそのそのコンテンツを使おうとするからそれで間にお金が入るようになってコンテンツが崩れんのねって俺は思ってるからそう間に金が入ることによって無料でずーっと遊べてたものが、ね、一部有料になってくることによって、ね、一部のリスナーが冷めるんだよ。 配信つまんないとかもう配信とかなんやねんみたいな感じになってるやつがたくさん出てくるんのよ、うん、コントラでガチガチになりすぎでもつまらんなよなうーんでも多分まあそうなると思うよでガッチガチになった時にあのー、最終的に勝ち残るのは一番生放送の真である雑談雑談がちゃんとできるやつっていうのは最後まで残れるそう雑談ができないやつっていうのはもうあの別の場所で稼がないと生きていけないと思う 一番ベースで一番大切なシーンだから雑談っていうのはだってこれ誰にも迷惑かけないじゃん外に出た瞬間に誰かに迷惑かけることになるの配信者って だから、まあある程度なんか雑談できるよねっていう人たちは残ると思うけど雑談できないよねこいつっていう見方されてるやつは多分残れない。本当にもうな,なんか長い目で見てね。まあまあゲーム配信者とかは残れるんじゃないゲームとかまあでもねやっぱり雑談だと思う。ゲームも厳しいじゃん。ゲームも何やってもいいわけじゃなくて一部やっちゃだめだよとか、ね、シナリオとかここまでしかやっちゃだめだよとか結構どん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 厳しくなってきてるからその著作権関係でね。そ権利関係 で厳しくなってきてきるから、まあ、ゲームもちょっと頭使わないと難しいのかなとは思うけどなんか雑談ってなんか自分の中でっていうか自分の枠の中で結構一番フリーにできるもので一番なんか芯になってるものだからこれが上手にできる人間っていうのは残れるんじゃないかなっていう。で雑談はあのどのの過ぎた悪口っていうのが ななければ絶対に終わんないどの過ぎたなんか他の配信者とかに対してのディスがあるとねあの民事裁判とかに繋がるしなんかそこだけ気をつければ別に何しても大丈夫だよってところだから楽じゃんじゃあナあ残れるやんだからどのラインが雑談できるって言われるラインなのかっていうのが人によって線引きが違うからでも雑談はぶっ壊れないでしょっていう。 頭悪いやつは雑談無理やんでもそのなんか多分だけど俺はなんかツイキャスしかほぼやったことないから分かんないけどもあのそうタイプがあってなんかその視聴者に寄り添う雑談の仕方だったりとか視聴者を蹴散らす雑談の仕方だったりとかいろんなタイプがあってツイキャスに一番ハマるのが寄り添うタイプなのね。 例えばなんか、みんながこの人の話してくれって言った時に、すんなり、ああ、いいよ、じゃあその,はその話してやるよみたいな感じで、そういうタイプがツイキャスには合うんだよ。どっちかというと、ラジコン2本手前みたいな雑談の仕方が結構合うし、数字取れる方法なんだだからなんか、ニーズに答えるみたいな。視聴者のニーズに答える。視聴者でコメントしてくれてた人のニーズに答えるっていうやり方が一番、数字が取れるやり方で、えー、っと、まあ、息が長くなるね。うん なるほど、石川はオワコンだと。いや、ノリちゃんがね、あの、オワコンになんないのがすごくて、あの、ノリちゃんって多分、そのなんか、ツイキャス全体のニーズに合わしてないんだよ。そう、合わしてないけども、数字取ってるじゃん。あれ、何がすごいかって、もともとの蓄積されたっていうか、もうなんか、あの、昔から固めてんだよ。昔から固めてん。そう、だからベースがしっかりしてるから、もう、変ないしっていう。だから、ちょっとニーズ合わしただけで、あっという間になんか飛ぶんだよ、数字が。 ーん跳ね上がったりするのこれこれもこれこれはねベースというよりはニーズにめっちゃ合わせるしあのー、流行りを再選で取るのよだからもうなんか流行りの嗅覚とか,そのなんか何に対して需要があるかっていうのを一瞬で察知してそれを自分の放送に取り込むっていうあのー、なんか嗅覚がめっちゃ優れてるような気はするなこれこれはなんかめっちゃトレンドって感じする。 いや、石川キャスに合わせてるだろう。合わせてないよ。全然合わせてない。のりちゃんはツイキャスに合ってない配信の仕方だと思う。なんかツイキャス全体で見るとルールが嫌いなのね。なんかツイキャスのユーザーって特に雑談界隈とか見る人たちってルールが嫌いなの。だからノちゃんの放送ってルールしかないじゃん。だから寄り付かなくなるのね。そう、本来なら。モンジョリは、モンジョリのところはルールないし、ニーズに合わせてるからツイキャス寄りだと思う。お前わかってないよ。 石川かなりキャスに合わせてるあそうですか俺は合わせてないと思ってる自分でキャスの受けを狙うようにしてるって言ってるいやじゃあずれてる <laughs> じゃあ俺はずれてると思ういやキャスの受けに合わキャスの受けを狙うようにしてリスナーのニーズに応えてるような感じで本人がやってんだと思うしてやってるんだとするんであればずれてるでもね昔より今はちょっと合わせに来てはいると思うけどずれてると思う たまに合わせてるけど基本合わせてないよそうそうそうだ冒頭のオープニングにちょっとだけあのダイヤル合わせてあとタグ外すって感じじゃんなんか雑談とか見てても最初なんかツイキャスで誰々がなんかやらかしたらしいねみたいな感じで冒頭で入ってそこだけダイヤル合わせんのあの人雑談もう1から10まで雑談だとしてだからのりちゃんの雑談の仕方がえー、っと今日は何々やりますっていうサムネイルなのねあ今日なんかやるんだみたいな感じのしっかりしたプロが作ったサムネイルで みんな引き寄せて、あーこれやるの食べてみてぇなみたいな感じで集まるじゃん。なんか今日ツイキャスで誰かなんかやらかしたらしいじゃんとか言って始まって、そっから2時間ぐらいサムネイルと関係ないことし始めんの。じゃあそろそろ、じゃあ、あのー、告知した企画やらしてもらいますとか言って、2時間後ぐらいに始まって、ダイヤル外すの。大体そんな感じだから。で、なんかまあ、合わせるところは合わしてるけど、基本的に、 合わせてないからでもなんかそれが良しとされて、それがいいって思ってる人たちが今集まってて、あの人数になってるっていうのがめっちゃすごいのよ。それモンジョリーと同じやん。まあ、モンジョリーもそうだね。でもモンジョリーは、 そう、7時から始まって、1時間ぐらいは、ダラダラするって決めてんだよ。で、ノリちゃんは、ダラダラする気なんてないのに、ダラダラ始まっちゃうの、ん。もう違うのよ。意図的にやってるか、無意識あもう、ノリちゃんの、ノリちゃんに関しては病気だから。そう、モンジョリは考えて、あのー、9時から企画やりますっていうのが決まってんの。その違い結構でかいよ。ノリちゃんは普通に病気。モンジョリは病気じゃない。ちゃんと予定、計画だから、あれは。モンジョリはすごい。いや、ノリちゃんもすごいけどね。止まらなくなっちゃうんだよ。そう、なんかね、あのー、 なんかブレーキのない自転車みたい、ノリちゃんって、本当に。<laughs> 坂下りきるまで、あのチャリ止まんねえんだわ。<laughs> マジで。<laughs> めっちゃおもろいよな。<laughs> うん、お前のスタイルは客観的に何俺俺客観的に何だろう俺はなんか残飯処理って感じだね。残飯処理の最上級みたいな感じ。 なんか、どこに、なんか、どこ行っても、なんかもう疲れたわ、みたいな、もう行くとこねえわ、みたいな感じの奴らが集まってるだけ。ここだって目的がある人間とかは、他の枠に行くけど、目的がない人間がここに多分集まってんの。だから、あの、ノリちゃん好きとか、これこれ好きとか、誰々好きみたいな奴らがいて、そいつらが、もうや、なんか、もうなんか一押しの配信者がやってないわ、で俺のところにたどり着くから。そう、待機所とか、なんかまあ、俺の中では結構、 ね、あのー、残飯処理みたいな感じ「ナーボーさん面白い」が来てるまあまあだから面白いんだけど面白いって思ってくれる人もいるんだけども1番がいて2番目にナーボーっていう人たちがめっちゃ多い2番目とか3番目みたいな感じの人たちがめっちゃ多くてこの数字になってるって感じうん